はい、こんばんは。スタジオリバーサイドお越しギタリストの竹下です。サウンドチェックいってみましょう。ズーム社提供、ズーム G21NU00 番ですね。 SC00 の PS、 こちらのサウンドチェックいってみましょう。使用するギターはイオンの不次元製ストラトキャスターです。まずですね、ギターを手に取ったらスケール練習です。6弦からのスケール練習ですね。6弦、3フレット中指でございます。で、1オクターブ。次に2オクターブですね。できたなと思ったら、Em-DCD の循環コード、これを真面目に練習しましょう。これクソ真面目に練習しましょう。ちゃんと弾くんです。はい、しっかり弾きましょう。ワン、ツー、ワン、いろんなパターンがあるんですが、しつこいと嫌われます。これは各々いろいろね工夫してみてください。そして惜しくもね、事故で亡くなったランディ・ローズが残した名リフですね。ミスター・クローレのリフを言ってみたいと思います。非常にメロディアスなんで、ね、特徴的です。ワン、ツパーカッシブな要素を取り入れましょう。カラピックですね。イエスのロンリーハートという楽曲がございます。これが非常に印象的です。ワン、ツー、ワン、そして次にギターソロが弾きたくなると思うんですが、あれやこれや弾いてもですね、あまりこう意味がないんで、一つのパターンを作ってしまって、そこからまあちょっとずつ工夫していくというのが用意されています。一番使いやすいのはですね、ファイナルカウントダウンという曲のギターソロなんです。これどの調に調しても割と使えるんですね。おすすめです。これ弾いてみましょう。まあ使いやすいですね。これ一応しても使えるんで、例えばこれで。
このソロのいいとこなんで、ぜひ活用してください。そして広島モダンムーンですね、イングヤマルムスティン、ちょっとこのね、あのもみあげが失敗なんじゃないかな、捕まえたらジャケット切ってやりたいですね。はい、行ってみましょう。ゆっくり丁寧に、はい、弦を痛めるだけなので、はいはい、くる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 とこう弦をここら辺で回す感覚ですね。この辺でカシカシカシってやってもなかなかこう体を壊すだけなので、体幹体幹くる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 が基本でございます。そんな私がですね、こちらに手を挙げます。横浜にございますシアミュージック横浜校で、ギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。45分間の無料体験レッスンが予定されてございます。まずはそれで楽しんでください。楽しいです。ギターを奏でるのは楽しいので、ちょっとギターのね、うまい友達が一人増えると、そんな感覚でいてくれればとても嬉しいです。あの小町木の講師が出てきてね、ああでもないこうでもない、上から目線で あだこうだ言うんじゃないかと想像されるかと思うんですが、そういったことは一切ございません。はい、私たちお仕事なんでね、そういったことは一切ないです。まずね、目標を聞かせてください。例えば日曜日にね、ちょっと、友達とスタジオでセッションしたいとかね、あとは、月に1回ラブハウスでライブやりたいとかね、文化祭に向けてちょっと頑張りたいとかね、いろいろあると思うんですね。私の生徒さんの男性女性半々ぐらいで、すごくいい生徒さんが集まってくれて嬉しい限りです。本当に嬉しいんですよ。ね、講師ってすごく自分が教えてる生徒のことを愛してる可愛いんですよね。ああ前回よりこんなに弾けるようになってると思うとね、すごく嬉しく思うんですね。ああやりがいがあるなと思いますね。私のスケジュールが、4月の半ばから、もう半ばか、半ばから後半に向けて若干空きがございますので、私をご指名いただいても結構ですし、他の講師もね、みんな非常にいい講師なんです。技術があるのは当然なんですが、人柄もね、とてもいい講師が揃っておりますので、あなたをがっかりさせるようなことはございません。はい他にね、キーボード、ピアノ、ボーカルなどね、さまざまなジャンルの楽器のレッスンも行っていますので、ぜひ横浜シアミュージックにお越しくださいませ。横浜でお会いいたしましょう。それではギタリストの竹下さんをお送りいたしました。See you next time です。